初登場は A ランクだがパワーヒッター。オールスターでは清原以来10代でのホームランを放った。 S ランク初登場はライト適正、8月にプロ初のサヨナラタイムリー。ミートパワー同地で登場、プロ初の盗塁も記録した。 WBC 強化試合で骨折、8月までリハビリ生活。ミートが強化されミート型、38試合の出場だったが3割3分9厘を記録。ステータス強化でオール B、 キャッチャー適性も D に強化。エキサイティングプレイヤーで登場、オールスターでは MVP に輝いた。守備ステータス強化、特殊能力からフルヒッターが消えた。アニバーサリーで初選出、盗塁阻止率は3割7分3厘を記録。ベスト9で登場、川田と共に最優秀バッテリー賞を受賞。侍ジャパンで登場、日米野球では3割超えの活躍。ミートパワー同値で強化、オールスター2年連続 MVP。 プロスピセレクションで登場、ミートが A になり8月は月間 MVP。 首位打者に輝き森山川中村で100打点トリオを形成。ベスト9で登場、パリーグ MVP に選出された。ステータスは強化されたがシーズンは絶不調に陥った。ステータスは変わらなかったがホームランは5年ぶりの1桁、2年ぶりアニバーサリーで選出、失策数7はワースト2。ジュニアトーナメントセレクションで登場、走力が強化され守備適性はキャッチャーのみになった。ミートが強化され打率と出塁率は共にリーグ2。2年連続アニバーサリーで選出、こいつも3にとどめ正捕手の座を奪還。キャッチャーやりたくない説、あれガチなの？